3月16日のニューヨークのコロナウイルス感染についてのニュースです。新型コロナウイルス感染拡大を食い止めるため、ニューヨーク市は公立の学校を今日から来月の20日まで閉鎖しました。生徒たちは自宅でオンライン学習を行う予定です。3月16日の午後8時より、レストラン及びバーはお持ち帰りと配達だけが利用可能となり、午後8時まで営業となります。 映画館、ジム、カジノは完全に閉鎖し、50名以上の集会を禁止する旨を発表しました。飲食店の店内での食事は禁止となります。ナイトクラブ、映画館、小劇場、コンサート会場は午後8時で閉鎖。3月16日までに確認されているニューヨーク市の新型コロナウイルス感染者は450人以上となっています。 ニューヨーク州全体での死亡者は7人となりました。ブロードウェイのミュージカルの劇場は全館閉鎖中、美術館も閉鎖しています。カーネギーホールとリンカーンセンターも閉鎖しています。ニューヨークはおおよそ街全体が閉鎖状態となっていますが、地下鉄や市バスは通常通り運行しています。また、道路や橋もまだ通行可能です。